コククジラ、コククジラ、コククジラ、児童クジラ、革命、エスクライショスロブストスは、ヒゲクジラモ目コククジラ科に属する水性哺乳類。コククジラ科は、コククジラ一族一種のみで構成される。体長12から14メートルと、ヒゲクジラの中では、比較的小型で、和名においても、コクジラ、コク、チゴクジラなどと、小柄であることに由来する名称である。 コク,クジラの体表は灰色だが、ある程度年を経た個体は、全身に、フジツボやエボシガイ、クジラジラミなどの寄生生物を付着させているため、白のまだら模様になっている。ビブの背面には数個の小さなコブが連なっており、背びれはない。コク,クジラは外洋に出ることなく、沿岸部を南北に往復し、2万キロメートルを回遊する。これは、 原生哺乳類の年間の海遊距離としてはおそらく最長のものである。現在生存している北太平洋のコククジラはアジア側の沿岸を海遊する西の系統と北米側の沿岸を海遊する東の系統とに分かれる。西の系統は夏はオホーツク海で過ごし冬に中国関東地方の沖で繁殖する。春と秋の海遊時には朝鮮近海から 日本の太平洋沿岸を通過する。東の系統はカリフォルニア州とメキシコの沿岸を繁殖場とするが、ホエールウォッチングの人々がボートで訪れると寄ってきて体を触らせてくれることもある。また、前述の通り沿岸性であり、その植生も他のヒゲクジラ類がプランクトンを捕食するのに対し、コッククジラは海底の泥や砂をヒゲでこし取ることによってカニなどのベントス、 定性動物を保する。そのため、クジラヒゲは短く硬いものとなっている。寿命は50から60年と考えられている。国ク,クジラの系統については長らく議論されてきた。髪型へと湾曲した糞の形状から、セミクジラかと禁煙であるとする意見も出される一方、祖先的な形態を止めることから、ケトテリウムかと禁煙であとする説もある。しかしサインを使用した。 遺伝子解析においては、流すクジラ内の3系統と挿入パターンの矛盾が見られる。これは、祖先多系を保った状態のまま、急激に4つの系統に分化したことを示している。これらのことから、国ク,クジラの分類は見直される可能性もある。かつては、北半球全域に生息していた。沿岸性であり、クジラとしては、さほど巨大でなかったことから、 古くから捕鯨の対象とされてきたが、特に近世になってからは乱獲により急速に個体数が減させられた。北、大西洋の個体群は18世紀頃までに絶滅し、北、太平洋においても激減した。その後の捕鯨禁止が功を奏し、北、太平洋の内北アメリカ沿岸の個体群はかなり回復してきているが、他方、 東アジア沿岸の個体群は一時は絶滅と判断されたほどで残存数わずか100から150頭と危機的な状況にある。数値統計上、アジア系個体群は実質的に日本の捕減業によって壊滅した中国沿岸座灯クジラやアジア系のシロナガスクジラやナガスクジラ、セミクジラなど数多くの種類に共通。国ク,クジラは沿岸生で東アジア、 日本を含むの沿岸の開発の影響を受けるのだが、さらに現在カラフト東北部で行われているロシアの油田開発サハリン2によって生存を脅かされている。また、現存するアジア系個体群の何割が元来のアジア系なのかも不明である。北米個体群は一時期は2万頭前後まで回復したが人間活動の影響による 環境収容力の低下から合死する個体が増え、その後減少したが現在では安定しつつあると思われる。遺伝子調査の結果、捕鯨以前は現在の10倍以上ものクジラが生息していたと推測されている。朝鮮半島で日本の捕鯨業者によって捕獲された個体を測定した結果、胸びれやヒゲ板、頭部のプロポーション等に 北米系とは異なる特徴が見られたとされる。アジア系の個体数は、捕鯨以前の規模ですら、北米系統よりははるかに少なかったとする説が存在する。かつては、東、アジア圏沿岸のほぼ全土が生息域であった。最終島、黄海、大連市沖の海洋島、東、中国南部、福建省香港、大野湾など、マカオ、 海南島及び雷周半島に繁殖海域が存在したと思わる。琉球諸島や台湾に越冬海域が存在したかは未確認であり、トンキン湾やバブヤン諸島などのフィリピン国内島、基地の分布外の地域に到達した可能性もある。過去、アジア系に現在のバンクーバー島のような定住群が存在したか否かに関しても不明である。捕鯨以前は、 日本列島の沿岸にも数多く、北海道では、セミクジラや、土クジラなどと同様に一種の風物種とされるほどよく、見られ、特に祭事海域が到達していた可能性がある。北海道北西部、レブン、利リ尻リ島、宗谷岬、手塩町、石狩湾、シャコタン半島など、野球州北部、津島海峡や山口県沖の限界など、若狭湾周辺の地域、 稲湾や丹後半島など、土佐湾などは捕獲上の統計的に見ても数が高田とされる。知床半島周辺、渋別町、野付半島など、と根室海峡周辺、根室半島の落石など、道の区湾、伊豆半島周辺、三浦半島や小田原など、丹後半島、スオーナ鳥取砂丘沿い、大村湾有明海,海などにも本州にとっては理想的とも言える。 自然環境が整っている。かつて、日本列島の日本海沿岸は、本州の分布には当てはまらないとされてきたが、根核島の記録が存在することから覆された。大村秀夫は、瀬戸内海が本州の繁殖海域であったとする説を発表したが、それを証明する資料は捕獲記録以外は存在しない。これまで日本では、大隅半島以南及び南西諸島など、東、 シナ海での確認は、考古学的検証や記録からも発見されたことはなかった。日向た灘沿岸で発骨過去体の発見が一例ある。近年、未確認の目撃例が、トカラ列島及び宮古島であったが、過去、このような記録が一切存在しなかった理由は、謎である。現在生存する130頭前後の西国クジラの、何割が純粋なアジア系の生き残りか。 北米古台風に由来なのかは不明である。韓国及び中国では国家指定の保護動物に指定されてきたが、少なくとも韓国での近年の同種の確認はない。中国国内の場合、2007年に台湾海峡の平部下県での本格記録が存在する。日本は愚か、現代のアジアでは同種の確認は他の多くの大型指導用非常に稀である。 日本では近年になるまで保護対象となることもなく積極的な保護対策は取られずに来た。結果2000年代に東京湾に名入した個体や親子を含むメス4頭が低地網で混濁され犠牲になった。90年代には北海道スッツ軍で密漁されたと思われる死体が発見された。市場から同種の肉が発見されたこともある。 絶滅していたと思われていたが、アジア系では、初の水中撮影が1993年に、伊豆大島で行われた、及び、ロシア国内外での一度の出現数では、最多の3頭。この時の撮影を行ったのは、もち明き初のセミクジラの水中撮影も、小笠原で成功したや中村浩二、小笠原ホエールウォッチング協会会長を務めた、森京一らである。 この時の撮影は、同種の祭事行動を鮮明に捉えたものでも、世界初であった。伊勢湾、三河湾では80年代より3度生存個体が確認されており、数ヶ月にわたる定着行動も見られた、同地域は国内の商業捕鯨業の発祥地でもある。また、2010年に、平子岬近くの田原市赤羽町沖で確認された、若年個体が2012年に、 湾内に定着していたことも証明され、アジア圏では初の定期的な海遊の記録となった。2009年に大和瀬沖で観察された幼くじらも同一の可能性がある。日本海では2014年に新潟県長岡市の沿岸で確認され、捕鯨時代以降、生存個体では日本初の記録である。ホエールウォッチングも参照。 大西洋では絶滅したとされている。2000年代に東太平洋個体群から50頭を空輸して再導入する計画が持ち上がったが2014年1月現在の時点で実行される予定はない。2010年に地中海イスラエルとバルセロナ沖で一個体が観察されたが大西洋個体群の残存ではなく温暖化によって開けた。 北極海を通ってきた太平洋古代軍からの名入と思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。